皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、最近皆さん魔法石に困ってませんか？まあこれね、昨日ね、運営さんからつぶやきがあったね、パズドラ国内5500万ダウンロード達成記念、ツイッターいいねキャンペーンということで、このツイートが1000いいねされるごとに魔法石1個プレゼントしますっていうね、あれだったんですが、ちょっとこちらご覧ください。さらに多くの皆様にご協力いただいたおかげで、なんと30万いいねも達成しました！魔法石及びモンスターのプレゼント配布時期は予定を早めまして、明日8月29日朝4時より配布で準備しております。やばくない？マジやばくない？課金の勇者も弾けるし、シーズンスパゴテスも弾けるし、夏休み方も弾けるし、モンハンも弾けるし、フェイトも弾けるし、やばくね？マジでやばくね？どうやらなんともう明日から配布が来るらしいです。あれ、なんかちょっと運営が噛みすぎて怖いけどね、そんなグイグイ来られるとね。ちょっと運営ってなんか何かしらワンテンポゴミだからさ、逆に俺もなんか動画にしがいがあるっていうかね、こうなんかネチネチオタクみたいなの言ってたんですけど、これマジで今回なんかいきなり150個配りますよって言い出して、30万いいねいったらなんか追加報酬もくれて、しかも、あ、じゃあもう今達成したんだったら明日配るわっつって、いきなり明日配りますってアナウンスが来た。うわ、何も言えねえ。俺も神運営以外何も言うことがないんだけど、これマジで神なんじゃないかなって思って、もうこれすごい以外の言葉がないんだけど、しかも単純に朝4時っていうのは、あの運営さんがさ、毎日ね、あの毎日プレゼントとかいうね、あの期間が4時ってだけだって、多分これワンチャンもはや朝4時じゃなくてももっと早く配れるだろうし、あくまで仕様に合わせて4時に配れただけで、本当に最短で配ってくれてるから、これはちょっと運営が噛みすぎて何も言うことがありません。とにかく魔法石150個、そしてモンスター系ですね。はい。まあ、レインボーメタルドラゴン持ってない人も中にはいると思います。レインボーメタルドラゴン、スパノエ、5体三神面、ダイヤドラゴンフルーツ、2ジピー5体、プラスポイント5500も、なんと、明日朝4時に配布がされます。で、まあね、せっかくなんで今回は、この動画の続きとしまして、魔法石150個のおすすめの使い方解説やっていこうと思います。前回55個配布があったんで、あんまり言うことは変わらないので、まあ、ついでにこの動画でやっていこうかなって感じですね。まあ、55個の時まだ見てない人はね、一応こちらもご覧ください。で、まあ、多分、でも結構な人が55個を配布の時にね、見てくれていると思いますので、サクッとまずね、3点セット話しておきます。これもう本当に今回150個配られるということで、もうね、めちゃめちゃ大事な3点セットをぜひ拡張してほしいんですよね。まず一つ目ですね、モンスターボックスです。マジでこれもう必ず開けてほしいってぐらいのレベルで大事で、モンスターボックスってやっぱりパズドラで一番大事なんですよ、本当に。これ開けておかないと周回もしづらいですし、ガチャも引けない、大事なキャラも残せないっていうね、一番大事な部分なんですね。ましてやボックスが300ぐらいしかなくて、常に295ぐらいまで溢れてますって人はね、特にこの機会に、まあ50個でもいいんで開けておくとね、本当に世界変わります。そういう人たちの50個ってめちゃめちゃでかいんで、ぜひね、この機会に開けてもらえればなと思います。一番のまずおすすめはモンスターボックスの拡張ですね。そして二つ目のおすすめがスタミナ回復です。まあこれに関してはもう結構当たり前感はあるんですが、まあ滞在日のイベントとかまだ回ってない人はなおさら、これからねモンスターハンターの周回も来ます。でモンハンっていうのはね、ハンターが非常に優秀なね、コラボではあるので、まあ、今回もしかしたらハンター新しい形態追加される可能性もありますし、なおさらまた周回が大事になってくるかもしれません。そういう点も考えると、できればハンターの周回のね素材のためにもね、石を残しておくのが最善じゃないかなと思います。モンスターボックスの拡張が一番第一で開けてほしいのと、2つ目がスタミナ回復もぜひお願いします。はい。で、まあ一応3つ目がね、まあこれはおまけ、フレンドアークの拡張ですね。まあこれに関してはどうしてもフレンドがいっぱいとかね、あとはトレードをね、盛んにしたいって人は開けてもらえればいいかなと思います。まあこれに関してはね、もう本当に任意でって感じで、もし開けたい人だけ開けてもらえればいいんじゃないかなとは思います。そんな感じです。っていうね、3点セットがまずは石を配られた時に気にしてほしい3点セットですね。まあっていうのをね、置いておいて、多分ほとんどの人がガチャを引くと思うんですよ。今回はどのガチャがおすすめかについて話していこうと思います。行きましょう。で、まあ、明日の朝4時時点で、配信されているガチャっていうのはこの3つになります。はい。今現在も配信されてるんですが、レアガチャ、過去鍵の勇者イベントですね。鍵の勇者イベント。そして、次2つ目、シーズンスーパーゴッド S。そして3つ目、夏休みガチャのね、3つが開きますと。で、この中からどれかを選んで引いてもらうことになると思います。なんでかっていうと多分、70% ぐらいの人は我慢できずにその日にガチャを数回引くと思うんで、絶対に。なので、まあ、基本的にその時に損しないためにも、このガチャがおすすめっていうのを話しておきます。で、まあね、まず夏休みガチャに関しては、絶対に引かなくていいです。
あの前回夏休みガチャ引かなくていいって言ったらね、え、可愛いから引いた方がいいでしょって言ってる人なんですけど、僕はこのゲームを性能以外で一切見ないっていうのをもう散々言ってきてるんで、僕は一切性能以外で評価をしません。それを踏まえると夏休みガチャはコスパが悪すぎる。 ベロアとプレナスね、 1%1% を引けない限り大して強くない上に、それを引くのが 2% だけ、もうマジで引く価値ない、もう優先順位は最下位です。もう絶対に引かなくていいです。夏休みガチャが好きですって人以外は全員スルーで OK です。そもそも好きだとかっていう考えで、ガチャを決めてる人は多分この動画見ても参考にならない。僕はもう絶対的に性能しか見ませんっていう話で言うと、夏休みガチャは3位ですね。もう一番優先順位は低いです。で、次におすすめなのがね、まあ正直これ難しいところなんだけどね、基本的には一番おすすめ、やっぱりシーズンスーパーゴッドエースです。もうこれはっきり理由があって、シーズンスーパーゴッドエースを引いておくと、最悪ね、フェス限が出れば、交換の弾として使えるんですね。なおかつ、イデアルやバレリアっていうね、今の環境でも十分戦える2体。さらにはソニーやヨグソトース、オロチ、ネイ、ダンとかっていうね、あとフェス限もね、結構出ますと。いうことで、まあ基本的に引いておいて損がないのはシーズンスーパーゴッドエースかね。特に初心者の人っていうのはもう本当にシーズンスーパーゴッドエース一択でいいレベルで、もし我慢できないならね、引いてもらえればいいと思います。で、ただそれと同レベルぐらいでレアガチャの方もおすすめ。ただこっちに関しては結構ね、ガチでやってる人向けかな。これ理由があって、フェルルとかユークスって2体いないと弱いんですよ。ダブリネは正直オールマイトでいい。メニットはそこまでいらない。グレーも別にそこまでいらないって感じなんで、正直言うとフェルル、ユークス2体狙い、どちらかを2体揃えるのが一番いいんですね。ただフェルル2体って 1%×2 体なんですよ。でユークスも 1%×2 体、そう考えると確率やばくないですか。そうなんですよね。だから基本的に例えば1体すでに持っている人とかはもう全然こっちでもいいんだけど、正直ね、あ、僕引ける自信ないですって人は本当にスーパーゴッドエースを引いておいた方が後悔は少ないと思います。こっちは結構闇なので、確率がね、あんまり無理して引かない方がいいんじゃないかなとは思います。ただ基本的にガチ勢の人はスーパーゴッドエースよりも鍵の勇者の方がおすすめで、やっぱりフェルルループとか、あとはユークスループとかっていうのは裏シュラでも今現状で強いんで、まあそちらおすすめかなって感じですね。 1% を引きに行ってください。まあ一応なので僕のおすすめ順位をまとめておくと、魔法石10個シーズンスーパーゴッドエースが1番手、次2番手がレアガチャで、3番手が夏休みガチャって感じですっていうのが、あくまで明日土曜日朝4時時点で開催されているガチャの中での話ね。で、その上でこれから来るのがモンスターハンター、そしてまだ目に先にね、もっともっとコラボがあるんですけど、一応今回はモンハンまでで考えます。で、モンスターハンターを入れて考えた場合なんですけど、基本的にもうモンスターハンター一択です、マジで。これ理由があって、モンハンって全部武器があるんですよ。はっきり言って当たりキャラを引ければどれでも武器として強くて、なおかつね、テイリアの方もね、意外とまあ悪くはない性能はしてるんですね、武器。特にラージャンとかブラキとかは本当に強くて、現環境でもね、武器が非常に優秀、弾いつでも武器で使えますよね。でも星5はさすがに外れなんだけど、ただね、かなり環境的にも強い。特にね、星7の当たりキャラに関してはもう本当に現環境でめちゃめちゃ強いんですよ、武器がね。なのでまあ基本的におすすめとしてはモンハン一択です。で、まあでもね、モンハンの優先順位としましてはね、例えばもう前回モンハンが来た時に散々引いてますみたいな、ほぼコンプしてますみたいな人はさすがに話変わるんだけど、そうでもない限りは本当にモンスターハンターがおすすめです。やっぱりね、モンハンはね、強い。いくらなんでも強いです。うん。特に今回武器が追加されたことによってなおさら使いやすくなりました。まあ現環境で言うとね、まあ使えるキャラっていうのは結構いまして、まあイベルカードとかも普通に強いですし、で武器も追加されたしね。で、まあ他に言うと陣容が武器とかに関してはね、現環境でも普通に使えます。封印耐性、毒耐性武器なんでね。で、ミラボレアスギミック耐性武器として優秀なキャラになっていて、あとはエネルギーガンとかもね、普通に優秀かな。で、新しく追加された武器も結構期待できるし、この武器も十分強い。で、山掴みとか、あと、これ、アカムトルムとか、あとはね、これ、アルバトリオンとかに関しては、まあ、武器も追加されてますし、特にアルバトリオンは火力としても優秀なんでね、普通に本体でも使えます。あとこれね、アマツ。アマツもね、リナインバース武器の1ターンバージョンみたいな感じで、水属性バージョンで実装されてかなり強いんで、まあ、本当にね、優秀なキャラ多いんですよね。まあ、またこの性能解説はね、日曜日にしますが、本当に優秀なキャラ多いんですよね。なので、基本的にまあ、今日の既存キャラの強化を待ってから決めてもらえればいいんで、もう絶対的にね、土曜日の朝4時なんで、そこまでには僕、モンスターハンターの解説動画絶対に上げてます。なので、僕のそのモンハンの解説動画を見てもらって、あ、モンハンのキャラ欲しいなって思った場合はぜひともね、月曜まで我慢してもらってモンハンを引いてもらえれば間違いないと思います。石10個なんで、ね、モンハンも石めっちゃ飛ぶんでね。で、そんな別にモンハンいらねえなとか、あともうすでにモンハン引いちゃってるしな、我慢できないなって人はスーパーゴッドエースか鍵の勇者を引いてもらえれば間違いないと思います。一応そんな感じがね、今の、このねガチャの中で一番損しない魔法石の使い方かなと思いました。
はい、あくまでだってこれに関してはですね、別にその人がこのキャラを好きだとかっていう感情を完全に無視した性能だけを見た場合の評価になっております。例えば僕は、水着ビエラが好きなんで水着ビエラのために夏休みガチャを永遠に引きますって人がね、このガチャ動画を見てですね、損するかしてやれたら別にしないんですよね。そう、あくまで自分が好きなキャラがいたりとか自分で判断ができる人はそれでいいです。ただ特に迷ってんだよな、どれ引けばいいんだろうなって人はこの動画参考にしといてもらえれば間違いないです。この動画ね、はっきり言ってガチでの人が見たらなんでこいつ当たり前のこと言ってんだって思うような話なんですよね。で、まあじゃあなんで当たり前のことしか言わないかっていうと、当たり前のことしてもらえれば絶対損しないんですよ、ソシャゲって。だって当たり前じゃないですか。このガチャ一番強いんですよって攻略サイトに書いてるガチャ引いて損することなんてないですよね。そうなんです、当たり前のことしか言ってません。なので逆に言えばね、参考にしといてもらえれば本当に損することはないんでね、ぜひ参考にしてもらえればなと思います。ということで、まあ今日はね、魔法石配布の日程の話と、おすすめの魔法石の使い方解説動画でした。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。